沖縄だけだと思う。使いますかって言われてます。え、あ、大丈夫です。僕らって、あれ沖縄帰ってないガソリンスタンド。沖縄のライフスタイルを発信してます、まとま TV の健太郎です。福岡出身、沖縄移住4年目の美穂です。いや、美穂ちゃん沖縄来て4年目っていうことなんだけど、はい、最初に沖縄来てびっくりしたこと。ガソリンスタンドの掲示板、あのお店の前にこう掲示板があって、ガソリン、あ、レギュラーいくらとか、レギュラーいくらって、あれ沖縄書いてないガソリンスタンドが、だからそうそう、不思議なんだよね。あのうちらもなんでこれやってるやってないだろうと思って、向こうだったらこう本当に近くのガソリンスタンドと比べて、はい、あ、こっちの方がつきやすいから行こうって、うん、なんだろうね、多分ガソリンの価格を表示すると客さんが逃げるからだろう、こっち高いなみたいな思われて、うん、そのスッと通り過ぎちゃうからなのかなって言ってたんだけど、コンビニのおにぎり温めますか？それはでも普通じゃん。それがもう本当びっくり。はい、そうなんだ。いや、あ、言われたことないです。はいはい。温めますか？あ、あ、その福岡とか東京。福岡とか東京では言われたことないです。そうなんだ。沖縄だけだと思いますよ。ああ、でもこれ一応全国的に言うよね。その、うん、温めるのは沖縄だけだよ。そうそうそう。で、温めますかって言われて何て言う？大丈夫です。スーパーとかでレジしてるときに袋詰めしますって言ってくれるのは沖縄だけじゃないかな。そうなんだ。袋詰めしてくれないです。あ、普通はそうなんだ。袋詰めしてくれないです。へえ。もう自分でやってね、スタイルの。あ、そうです。3円とか言うと。3円はわかるよ。わかります。3円は、あの、セルフレジと社員が袋詰めしますってちゃんと上に書いてくれてて、でそれでちょっと急いでる人はセルフでちょっと袋詰めしますみたいな感じの優しいスーパーなので、ぜひ3円よろしくお願いします。なんかあればね。のちゃん、はい、なんかインスタグラムやってみたいですね。やってます。はい。しまなビーチでインスタグラムやってますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ今回もまとば TV 見ていただいてありがとうございました。ぜひですね、あの高評価のボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた皆さん、まとば TV でグブリーサビラー。